今回は肉のせニラ玉の作り方を紹介します。卵とニラは味はもちろん栄養の面でも相性が抜群で、美味しく食べて疲労回復が期待できます。さらにオイスターソースを絡めた豚肉をのせたらご飯が無限に食べられそうなうまさになります。それも身近な食材で手軽に作れて美味しく簡単にできますよ。それでは作っていきましょう。合わせ調味料を用意します。ニラ2分の1束をよく洗いラップにくるみます。少し表面に洗った水が残っているといいです。これでレンジで600ワットで30秒加熱します。レンジで加熱することで香りと旨味がアップします。加熱後は中が熱くなっているので注意しましょう。これを細かくカットします。しっかりとニラの食感を楽しみたい方は5センチ幅にカットしてもください。細かく切ることでお子様やお年寄りでも食べやすく消化にもいいです。卵3個を用意してカットしたニラを入れます。軽く塩コショウをして下味をつけます。卵はしっかりと混ぜておきます。豚ロース肉薄切り 130g を食べやすい大きさにカットします。豚肉は肩ロースやバラ肉などお好みで選んでください。1枚を3等分にするのがちょうどいいです。豚肉に塩コショウをして卵を少量絡め片栗粉をまぶしておきます。最後に油を入れ肉を剥がれやすい状態にしておきます。生姜の皮を剥き1センチ幅の四角にスライスしておきます。大きめに切ることで料理にアクセントがつき肉の臭みも抑えることができます。鍋をよく温め大さじ2の油を入れ卵を炒めます。卵を一気に入れ、周りから気泡が出てきたら真ん中から混ぜ合わせます。鍋を揺すりながら混ぜ合わせ、軽く煽りふんわりと炒めます。お玉に炒めた卵を取り、皿に乗せます。これでニラ玉ができました。このままでも美味しいのですが、さらに肉をのせちゃいます。鍋に大さじ1の油を入れ豚肉を炒めます。豚肉を入れたら強火にして肉を広げ焼くようにして炒めます。
半分ぐらい火が通ってきたら生姜を入れます。肉が完全に白くなり火が通るまで炒めます。肉から透明の油が溢れてきたのを確認します。このくらいになったら合わせ調味料を入れます。火を止めてからタレを入れ再度加熱します。しっかりと絡めていきます。全体に絡んできたら出来上がりです。ニラ玉の上に肉を乗せます。肉から溢れた油とタレが絡まりニラ玉に染み込んでいきます。これで肉のせニラ玉の完成です。味付けも合わせ調味料を入れるだけなので簡単にできるのではないでしょうか。見た目だけでもご飯が食べれそうなビジュアルです。ご飯の上に乗せて丼にして食べるのも最高ですよ。ふんわりとしたニラ玉をご飯に乗せていきます。その上にオイスターソースで絡めた豚肉をのせます。これはもうご飯が進むのは間違いなしですね。今回は肉のせニラ玉の作り方を紹介しました。卵がぐちゃぐちゃになってしまったら一度ボウルなどに取り炒めた肉と合わせて盛り付けても大丈夫ですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いします。